位、タイムが早かったら1位から5位の皆さんが決勝に出場することができるんですね。準備 OK ですか？ OK ですか？はい、いきます。よーい、14秒96でした。4位だったドラゴンヘッドの皆さんです。さあちょっと伺ってみましょう。ドラゴンヘッドの皆さんは筑後市の消防署の方、署ですね、消防署の皆さんだそうです。いただきます。よーい、息子の前で雄姿が見れたと思います。あ、見せれた。あ、息子さんが今日見に来ていらっしゃる。見せれた。どこかな、どこですかね。あ、手振ってる。お父さんかっこよかったですか。よかったね。よかった。 ありがとうございます。はい、息子さんにもかっこいいパパの姿を見せられたということで、はい、ではきついです。パパ、パパ、はい、頑張りました。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてですね、正式タイムが出ました。発表いたします。ドラゴンヘッド正式タイムは14秒00ということで暫定1位でございます。おめでとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。さあもうね、お名前の通り久留米大学のアメリカンフットボール部のチームなんですが、どうですか意気込みは。そうですね、予選でちょっとこけてしまって14秒25だったんで、次は、ヒザルさんより速いタイム、ヒザルさんより速いタイムを出したいと思いますということですよ。ヒザルさん聞いてますか？聞いてるかな？はい、いきます。よー、低い位置からスタートしました。速い走りです。本当にあのボールが見えるようです。アメリカンフットボールのボールが見えるような走り。さあ駆け抜けますが、タイムはアメリカンフットボール部のチームの正式タイムが出ました。発表しますね。13秒61ということで、もちろん暫定1位です。おめでとうございます。はい、宮益消防署の皆さんということで、どうでしょうか。他の市町村には商品券を渡しません。宮益市は宮益市で使うと。宮益市の20万円分の商品券は宮益市が使うと。その通り。頑張るわ。1、2、3。はい、掛け声よろしいですか。よーい、さっさとしました。優勝候補ヒザル B チーム応援を受け、もう折り返してた。選手が接触してしまった。ただ通り接触するとプラス5秒。さあでも残り5メートル、3メートル、2メートル、1メートル、5。発表しておく。決勝での結果はヒザル B チームは20秒56でした。アクシデントがあり、タイムが、ね、あまりいいタイムが出なかったんですけれども、6位置を超えてこないと1位になりませんから、久留米大学アメリカンフットボール部が13秒61という素晴らしいタイムを決勝で見せておりますので、これを超えてこないといけないわけですね。はい、予選と同じ走りができれば優勝確実ということです。じゃあ準備はよろしいですか。はい、いきます。よーい、スタートしました。皆さん全速力で折り返し地点に向かいました。折り返し地点でうまく回れるか、誰も接触せずに回れるか。おー、回った。失速せずにそのまま駆け抜ける。速い、速い、速い。ゴールしました。発表します。ヒザル A チーム記録は13秒21。13秒21でした。というわけで、ありがとうございます。はい、優勝決定です。はい、
優勝はヒザル A チームでした。まあでもね、久留米大学2位との差も 0.4 秒ですよ。惜しかったですね。はい、拮抗してましたね、やはり。はい、一言お願いします。だって話してくれるって言ったじゃないですか。勝ったら